トラニジというホラーゲーム作りました。私ドラニジ作りましたよ。第2作ですね。記念すべき第2作目。うわ、まあ、前回の作ったのは、まあ、お前の誕生日として作ったやつだから、うん、今回お前の誕生日でも俺の誕生日でも誰の祝いでもない、俺がただ単純に作りたくて作ってきた、うんうん、なるほど。ちょっと俺もゲームクリエイターになろうかなっていう、うわー、ちょっと本格的な。結構どう見栄え的には。もう普通のゲームでしょ、パソコンでよくある。い、まあ、はい、トラニジっていう何でしょうかね、このトラニジって。何トラニジ。まあ僕の名前をちょっともじってるんだけど、まあまあやってけばわかる、うん、うん、確かに。やってけば、でももうそういうめんどくさい茶番抜きでもさっさとやろう。あ、やれ、ほら、よし、操作は若若だから。はい、最近、学校で妙な噂が流れ始めた。流れ始めたらしいですね。あ、それは学校の近くにある屋敷のことだ。なるほど、屋敷か。あ、なるほど。噂によるとこの屋敷には人間のような化け物が出るらしい。なんだって。僕だったらはすぐ興味が湧いてる。まあな、年頃だからな。確かに。そして今日学校が終わりそうなのその噂の館に行くことになったのだ。好奇心に駆られた僕たちですね。はい、ここにいるのが僕ですね、これ。おお、俺だ。じゃあお前はもうほらこれで操作できるから。あ、ここにいたのか。そう自分の場所分かんなかった。話しかけれるから。うん、何だ。ああ、思ったより怖くない。ああ、それよりも本当に入っていいのかこれ。不法侵入とかなんねえよな。大丈夫だよな。以上つうかあれじゃんあれ僕ね、あれだよね、いつもあるあのね俺たいつも学校一緒に帰ってるんだけど、うん、その帰り道にちょっと廃墟っぽいとこがあるんだよ。 そこ俺らたまにね、入ろう入ろうっつうんだけど俺が毎回今みたいな感じでビビって入んないんだよ。いや、不法侵入でしょってなるし。なるよね、実際。なっちゃうけどさ。え、だってさ、それで人いたらどうすんの。え、それでさ、え、何入ってさ、お前何人んち入ってんだよって言われたらさ、いや廃墟だと思って入っちゃいました言えるわけないじゃん言えねえよバカ。どう、面白い。これが屋敷ですね。すげえ。これは青鬼みたい。な、なに、青鬼。あ、なんなんですか。よし、入るか。よし、どうぞ。おお、音もこだわってる一気にホラーっぽく無音にするだけでこんなホラーになるとはね。どうですか、屋敷ですよ。いろんなものあるんで、いろんなもの調べてってください。こういう職場。おお、そう。あ、ちょっとこっち側ね、ちょっと最後にしておいてくんない、こっち側。あ、しゃあねえなそう、みんな、まあ、顔にでもいつもこっちだから。うん、まあ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 、プラスチック。まあ、偽物だったんだね、これ偽物なんだ。ピアノ。おっと、誰だ、あれは。あ、あれは私ですね。ほら、これ私ですよ。もういつの間にかお前より早く入ってるからね話しかけて。この椅子いいな、めちゃめちゃ座り心地いい。行きそうだぜ椅子で椅子ね、気持ちいい、ね、それにしても綺麗すぎねえこの家、うん、家の中ね、うん、新居と大差ないぜ。もう住んじまうか逆に広すぎて気味悪い。そう、ピアノもありますね。お、煙がいっぱいだだね、いいね、全然よくねやっぱ見た目とは裏腹にね。あ、面白い。天文学の本がいっぱいだ。つまらないな。まあ、つまんないですね。それに比べて左のは。ピアノだ。お。見てみようかな。お。おお、すげえ。お前こんなん弾けんのか。これ弾いてないよ俺全然違うとこにいるあ、ちなみにこれはあの、これな、これ調べると、うん、ここのマップにいる最中は全部この BGM 付きになります。おお、ちょっとね凝ってるでしょこういうのも。すげえ、いいね。ピアノですよ。じゃあ行くか。行きます。あ、そっちはいいよ全然ガラッと音楽が場所移動すると曲止まっちゃうからねすぐ、あ、ここも基本なんもない。すぐ2階ですね、これはもう。なるほど、ほら入れた。よし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 。さあ2階ですね。
まあ2階は広いな。なんだこの植物、家の中のよくあるもん。本当だよ。まあ栽培してんだろうねこれ、家の中で。家の中でおかしいでしょ。よくあることだよ。よくある、よくある。ないあるよ。おや、先回りもされてた。早いなこいつ本当に。おっと、一曲お願いしますよ。しょうがねえな。やっぱそんなこと言われたら。聞きたいよ、あなたの腕が。もう。全く。聞かせて、もう。聞かせて。お。よし。ははこいつ弾いてる。こいつ今、弾いてるぞ。うまいだろ。すごい。エクソシストみたいな。確かに、エクソシストみたい。怖いな、お前、なん。人骨がある。いや、笑って。人骨がある、笑って。いや、若お前、やっぱ人骨見ると笑っちゃうから、しょうがない。癖だもんね。サイコパスじゃん。な。よし。まあ、ここはもうそれだけかな。BGM。そう。なん、どうしました、どうしました。何の曲だったの、何の部屋だったの、今の。いや、全然。ピアノ弾けるだけだよ。バカレベルやば。高っ。まあセーブはここでできるんで。ここでほら、これで。本当だ。セーブで。レベルが。もう、たぶん、何来ても勝てるでしょ、これ。本当だよ。俺は腕の見せどころだ。また弾くの。また弾くんですか。弾きますか、また。よし。BGM ないと寂しい系ですか。テクニシャンだ。ピアニスト強よ。始めます。はい、金賞。もうこれ金賞だ。どっから出てくんだろうね。その自信が。すごいよね、ある意味。その自信。すごいでしょ。でもいい曲だね。うん。うん、確かに。うん。ピアノできても料理できない。うん。ここ水が出ない。出ない。使えねえ。きたね。きたね、きたね。ちょっと大気っぽくこれ。確かに湿ってるわ。ここはあれですね。おちょっと机に登っちゃダメでしょ。あ、なんで机に登ってな。これ、あこれはもう机だったの。机です。なんだと思ったんじゃ。パンティーがいやいっぱいだねこれ。なんでたるんだけど。やっぱ主人がね、やっぱ元いた主人がそういうタイプだったのかもしれない。なるほど、主婦にもうバレないように。そうそうそう、樽にしまっとけば大体バレない説。ああ、うまいってない。ここの主人やばいな。え、やっぱお前そういう性癖だったか。これしょうがないよ、ゲームだからさ。性癖お前バレるぞ。いやお前そういう性癖だったか。今後ちょっとお前を見る目が変わってくるな。いや、ここはもう各自部屋入っていいよ。一番奥は最後にしてくれ。分かった、じゃあ一番奥。ダメですダメです。ちゃんと見てってください。え、どうぞ。おっと、ここは農業か。庭ですね。庭をモチーフにした部屋ですね。これになんか、うん、おしもうこの家崩壊してる。いやだ、廃墟だからね。うん、はい、廃墟だから、うん、設定は廃墟だからね。うん、まあそれ以外ないっすね、ここもう。もうおしっこだけだ。おしっこしかない。おしっこだけ。まあそれだけだ。おキッチン。全然ホラーとは思えないんだけど。いやホラーですよ、ホラー。何言ってるの、ホラー。あ、ここなんもない。生身。絶対なんか暖炉には汚いものがあるよね。なんかうんこっぽくない、なんかこれ。じゃあうんこに見えたからうんこにした。確かに。これはいくら。いくら、いくらですねこれ。ちょっとフルーツだと思うけど、人種改造してだいぶでかい卵ができました。人種なんだ。はい、これはちくわなんですね。実はちくわなんだよねこれ。絶対木だってこれ。食えねえよ絶対。いや食えますよ、頑張れば。まあ、それ以外あと料理を調べてもらっていいですか。料理ですか。はい、美味しそうでしょ、結構。うまそう。うまそうな料理だね。ドッグフード。
てか踏むなよお前条理を踏むなお前マナーがなマナーがなってなさすぎる。これもケーキに見えるけどドッグフードなんだ。あ、全部ドッグフードある全部ドッグフードはやば。いや、やばくないから。これ犬からしたらこれで豪華だよね、うん、豪華だよね犬用だからねあれ。あ、犬用なんだ。そうそうここは寝室ですね。ベッド、かぐやかしい。うん、タンスだ。あと臭い最後の一言時計だ。臭いな臭いな。これはもう臭いのかな。ダウンの、うん、とても臭いおベッドじゃん。ダブルベッドだよ。ダブルベッド、いいね。綺麗なダブルベッドだ。でも臭い臭いこの部屋は全体的に臭いんだ。うん、そんな感じですね。植物だ。臭っ草だけに。いや、うまいですね、うん、見た目は綺麗だが、座るところがめちゃくちゃ臭いもう全部臭いじゃん、この部屋。主人がね、主人が臭かったんだろ、これ。どうにかしろよ。風呂なくしたのか。あ、そういえば風呂作ってねえよ、俺。あ、作ってないの。あ、まあまあまあいいや。あ、なくなっちゃったのか。だから臭いんだ。あ、急に現代な家になった確かにトマトが大量に入って、はい、タンスにね、しかも確かに普通は入れねえ今時のテレビですね。これはいい、いいね、このソファーも、うん、座ってみたい、だが座れないっていうね。なんでだよまあ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 、よくできてるんじゃないかな。今は12時8時絶対ありえない時間じゃんこれ今ホラーだからね、やっぱこういうちょっとホラーチックなのも。なるほど、入れとかないとね。でも86分で針がとんでもないことになるどこで判断すればいいの本当だよさあどうぞ。さあいいですよ、最後の。あ、ちょっとちょっと、セーブセーブセーブ、あ、セーブ。多分死ぬと思うから、多分。ってことはすぐ逃げる。いや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 、行きましょう、じゃあ早く。はい。え、うん、ここはなんか嫌な感じがするな。なるほど、気をつけていこう。お、どこどこで怖い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 。頑張れ、何もないから大丈夫大丈夫、行っちゃおうぜ。お、え、なんか追っかけてきてる系。え、いやいやいや、わかんないですね、よく、私よく。お、おお、びっくりしたなんだこいつ、なんだこいつ。いやいやいや、あれがあれですね、虎虹ですね。おおびっくりしたこれ何体いいんだよ。え、何体いいんだろうね、これ。うわ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 やばいやばいやばいって言う。お、でも相手バカだから引っかかってくれるね。逃げろ逃げろ逃げろ、隠れろ。下手かお前飽きませんこれうぜえだろうな。なんもねえのかい。なんもねえっすよね、残念でした。頑張ってください、若。これ、お、ドアがあるよ、ドア。ああ、ドアドアドア。うぜえって。これ面白い。ドアドア。あかん。なるほど、ドアを探すってことか。これさ、自分で作っといてあれだけど、うぜえな、確かにこれ。お。普通にうぜえよ。あ。うぇーぜ、やっと開くかと思ったバカごめんね。あのピアノは、あ、ピアノあれ何も弾けないから。おー、残念でした、開かねえよ。 あ、大丈夫だ、これ当たってもね、あれ真正面でぶつかんなければ死なない。あ、ちょっと優しい設計にしてる。くさ意味ねえよ、関係には。後ろから当たっても死なないから。よ。真正面から当たっちゃうとこれ死にます。危ない。まあ、敵が真正面に回り込んできちゃうと死ぬんですよね。まあ、気をつけてね。うろちょろするから。そう、気をつけて。さあどこでしょうね。いや、どこだろうね。え？頑張れ。マジで。頑張ってよ。え、やばいって、わかんないよ。いや、わかる。なんなのこの煽りは。あ、あ、あ、危ない。まあ、後ろはね、真正面で当たっちゃうと死ぬから。どこ？うわあ！お、お、これもうダメじゃない？これもうダメだ。あ、お、お、おっと、神回避か。あ、あ、むずい、これ。どうですか、これ。
私自信作です。なかなかいいじゃないですか。どうぞ言ってください。面白いっすね。おそらく奥だ。おっと、ちょっと分かってきてるか君。まだまだこういうのはね、多分手前行きがちなんだよ、みんな。そう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 。おぶな、お前すごいだろ。いや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 、危ない危ない危ない。相手も学習してるな。回り込んでんだから。ちょっと待って、難しくしすぎたかな、大丈夫かなこれ。これどうすんの、お前無理でしょこれもう。これもう、いや、いける。いや無理ですねこれもう。いやもう死ぬべきでしょこれもう。いや無理でしょこれ。これ真下に行くしかないよもう。あーでもいけたよもう。くそ、家具は基本ね、調べても何も出てこないんで。もうこれもう最悪だよ。どうするこれ。あーはまったぞ今。よし、おっと、そこあたり、おっと、明らかに違う、なんかあるね。あれなんだ、あそこだ。お、こいつをまずこっちにおびき寄せる。いいねいいね。サクサクサ、危な危な、あぶな、あーあああひどいよ。いや、そっちの方が面白いじゃん。ほらほら、いっぱいいるよ。いや、これ多いな。頑張ってほしいとこだかな、ここ。よし、一本集中。突っ込んでっちゃった。上にいなければそのまま突っ込んじゃえばいい。お、いない。お、いいよ、来た。おー、来たー。セーブセーブセーブ。やったー、危ないね。嬉しい。なにこれ、え。これあれですね、あのセーブしてあるから続きからちゃんとできます。いいねいいね、進んだ進んだ。さあ、おお、ここは俺が食い止める、その間に行け。いや、これはまず選択肢で調べましょう。どれにしますか。よし、いい子だ。お、やります。よし、このクソタレが。わかった、逆にハズレを選ぶ。そう、全部見してあげて。お前どっから出てきたんだよ。無視、あんた誰。さあ、どれにします。無視だ。はい、え、無視、無視するの。あー、せっかく助けようと思ったのにやる気なくしたわ。いい夢見ろよこの野郎。はい、お前どっから来たんだよ。で行きますか。よし、これだ。はい、あー、確かに自分でもよくわかんねえよ。まあ、わかんねえ。わかんねえ。まあ、なんとかなるさ。さあ、逃げよう。生きるためにな。死ぬんだよね、それ。あんた誰、あんた誰。さっきから一緒にいた。え、俺が誰だって。え、なんというと。ってことは、あれは。と思うじゃん。帰りましょう。さあ、よし、ぐっぐっ。お前がここで死んだら、うん、ああ、一緒に行って帰ろう。イエスイエス、行きます。わかそうだな、行こう。ドラが仲間にいんな。よし、仲間一つ増えたよ。感謝をゲットした。じゃあ、うわ、外にもこんなにいるぞ。え、マジで。ここをまっすぐしまーす。あー、いやー、走るぞー。お前テンション高いな。よし、とりあえずまっすぐ走って帰ろう。よし、お。僕らは死に物狂いで走った、走った、そうな。しゃーん、途中でドラがずっこけて化け物に食われた気にせー。食われたのかい。僕はね、こけちゃったから。石がね、あって。うん、そして見覚えのある道に出た。そう、僕は生き残ったのだ。そう、俺は死んだけどな。俺は死んじゃったけど。一人犠牲者が。この話をクラスのみんなに言っても誰も信じてはくれなかった。うん、確かに、そりゃそうだよ。うん、お、だけどドラがいなくなったこと誰も気づかなかった。気づかなかった。なんで？
トラのお母さんにされたイメージはうちの子供はいませんよと言われた。え？どういうこと？これは一体どういうことなんだろう。え？そして僕は夢から覚めた。夢だった。あー、夢落ちでしたよー。夢だったのか。